残念ながら今の国会皆さんのこと見てない、国民に愛情なんてない、申し訳ない、コストとしか見てない、票をくれるのは自分とつながりのある者たちからだけで十分なんです。4割票を捨てればこれは組織票が固くなるから、そんな中であぐらをかき続けている政治に対してどうか切り込み、もっと私たち力を持たせてほしいんです。今でも8議席大きな力をいただいてますけれど、これよりもさらに大きな力を与えていただいて、この骨のない野党、経済政策最悪ですから、ここにしっかりとした芯の入った経済政策を彼らの中に入れていく、これ20議席ぐらいになれば私可能になっていくと思っているんです。政権交代は必要でも、今の野党が塊になっただけではひっくり返せない。だから野党を本物の勢力にするためにもどうか私たちに力を与えてほしい、そういう思いで今毎日、活動をしております。令和新選組代表山本太郎と申します。どうか皆さんにお願いがあります。特に港区にお住まいの皆さん、そして港区以外でも結構です。港区にお友達がいらっしゃるという皆さん、私の隣に立っている若者、港区議会議員選挙に立候補しているものです。令和新選組の看板で森圭次郎と申します。私令和新選組港区公認候補の森圭次郎でございます。私昨年12月末に脱サラをいたしました。それまで約17年間民間企業などで社会人経験を積んでまいりました。それまでの経験をもとに、そしてそこに令和新選組の政策を合わせ、この魅力的な港区をより魅力的にしていきたい、そのように考えております。皆様のお力をどうぞお貸しください。港区森圭次郎、よろしくお願いいたします。